はい、こんにちは。FTM ラジオ、りょうです。今日の LGBT 対談は、ゆうとさんと対談していきたいと思います。では、ゆうとさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。ゆうとさん、自己紹介を軽くお願いします。えー、まあ、ずっと、あの、女性で生きてきまして、まあ、何も、性別も今、女性なんですけど、50、今、2なんですけど、 ちょっと4日前に胸オペをして、やっとちょっと、こう、と段落というか、ああ、という、やっと本来の体に戻ったなっていう感じで、一歩進めてる感じです。OK です。ありがとうございます。そしたら、じゃあ、ゆうとさんは、FTM ってことそうですね。うんうんうん。4日前そう。じゃあ、その、 胸オペの話もちょっと後で聞きたいと思います。あはい。はいじゃあ、まずね、もう、そうだな、めっちゃ聞きたいこといっぱいあるな。<laughs> うん、まあ、本当ですか。<laughs> もう、どんどんいっぱい。そっか。え、うん、えっと、まあ、まだ注射もしてない感じだよね。そうなんです。その病院に行ったのも、去年の10月なので、うん、うんまあ、自覚はしていたけれども、 まあ正直諦めてたというかうん、うん、もうこのままで生きるんだろうなっていう感じで来てたので本当に今しかないと思ったのがやっぱり去年かな、うん、それで動き出したそれは何がきっかけだったのやっぱりこの世の中の情報ですよね、うんうん LGBT っていうのがテレビとか雑誌とか本ですごく取り上げられてて、でも20代、30代の人だよねみたいな、まあ、その70から性転換したりとか、そういう話もボンボン入ってきて、いや、まだ50自分いけるかもしれないって刺さって、うん、今しかないっていう感じで、うん、その思いでもう、 突進したって感じですおすごいね50からだもんねもうそこからは自分もその意外とその迷っちゃうタイプなんですけどうん、うん、もう決めたらわーっといってしまうのでうん、うん、そして正直年齢も本当に今しかないっていうあと1年2年待てたらもっと変な話もっと胸も垂れてしまうしうん、うん うん、もう今しかない。このタイミングだと思って、即決がすぐにできたんですよね。<ー>うん、このまま死ぬわけにはやっぱり嫌だなと思って。あれだけ自分がその昭和のど真ん中だから、馬鹿にされて、うんうん、女としての強制もされて、生きてきて、ごまかして、 生きてきてこのままずっとそのままごまかして生きてきていいのかっていうところで、うん、そっか動いたね本当にで会社もう休まなくちゃいけないから仕事を、うん、上司に、まあ、話してく社長と話してください勇気いったねとか言われて <laughs> <laughs> いやもう人生最,最大の最高の決心ですって言ってそうだよねっていう感じで 言われましたねえ。じゃあ会社にはカミングアウトしたのえっとね、半分して半分。別にどうでもいい人たちにはどうでもいい人たちで、うん、関わりが別に特にない人たちには、うん、あのしてなくて、一緒に働いていて、どうしても迷惑をかけてしまうあのメンバーには何人かうん。そっかそっか。でも上の人たちはもう、 そういうふうに言ってくれたから、まあ、理解はしてくれたっていう感じだよね。そうですね。うん、差別はないよっていう感じなんですけど、でも差別、やっぱりどうしても、差別はなくても、その、やっぱり当事者じゃないから、その、ふしで、やっぱりん、んっていう、こう、返ってくる答えがん、んって思うときがやっぱり、あるのは仕方がない。うん,うん。そうだよね。どんな仕事をリラクセーションで、その体もんでます。 あーそうだなうーん、うん、じゃあ施術師的なそうですね。施術師、うん、あそっかそっか。じゃあこれから今胸オペしたけど注射はする、うん、しないしたいんですけど、うん、仕事柄難しいっていうのがあって、うん、本当は 気持ち的には今すぐにでもしたいんだけども10年以上いる仕事なのでやっぱ体に触れるので自分が男性化になっていくと、うん、中にはあいいんじゃないって言っている人も思ってくれている人もいるかもしれないけど大半がやっぱりちょっとっていう違和感を持つ人の方が多いんじゃないかなと思って、うん、そんな中で自分を毎,に毎回毎回 説明するっていう、なんか、見せ物じゃないけども、うん、きついなと思って。うん。だから、もし、そこまでホルモン注射自分がやりたいと思ったら、まあ、職場をもう一度やめるという覚悟は出てきてます。うん、まあ、これからどうするかの選択だよね。そうですね。これからどうするかの選択。うん、確かに、今まで10年間積み上げてきた信用が、うん。 いくらねそのこういう人たちがいますよと言ってもやっぱり自分も自分を受け入れるのに時間かかったから他人様があそうですかってすぐにこう頭で分かっても本当に分かるかって言ったら分かんない気がするんですよね。体触れるので、うん、やっぱり うん、抵抗がある人がいるんじゃないかな、うんそうだねまあ今のままの、うん、あーゆうとさんだったらいいけどこれから男性化していくゆうとさんにはちょっとっていう風な感じもあるだろうねそうだと思います、うん、年齢が上,で上の人が多いので、うん、上の人は特にそうじゃないかなそう,そうだよねうん 結構難しい問題だねそこそなんかいろいろね吹っ切れたものはすっごくあって胸を取ったっていうのと一緒に、うん、やっぱりね親への罪悪感っていうのが一番<ー>あったわけなんですよね自分としては、うんうん。小さい頃からそうだったのに親はみまさかっていうね男みたいにするんじゃない っていう怒らられ方をしながらでもまさかっっていうとところがちょっとあるわけですよねまだ実はカミングアウトしてないんだけど娘を産んだのにっていう言われ続けてきてるしそういうところの罪悪感っていうのが一番あったからその申し訳なささっていうのずっとそれが呪縛のように、うん、あの自分を縛ってきて多分そこがもっとなければ ももっと早く、うん、変えられれてたかもしれない確かに親の、ね、存在はやっぱ大きいし、うん、そうやって育てられてきたからっていうのはやっぱり大いにあると思う相談でもすごく多いんだよね親にか止められてるとか、まあ、親の理解がないとか、うん、でも親は捨てられないみたいなそうだ、うん、ね理解難しいですよね、うん、自分が何者であるかっていうのを自分もわからなかったから 自分は昭和45年ななんででそういうい言葉も全くなかったわけですよ、うん、男女バカにされて変な子って言われててうん、うん、でいつもスカートが嫌いで短冬でも短パンに帽子に通ってた子だったからである程度思春期で女の子を好きになってそのん自分はおかしいんだあれみんな誰誰君が好き何々先輩が好きって自分はでもクラスメートのあの子が好きみたいなでも言えなくて。 で,っていうでもそれが同性愛っていうのも分かんなかったし中学の時にあ自分は女の子が好きなっていうのはちょっと自覚して高校の時ぐらいにあ自分は同性愛だと思ってたんですよね。うんうん、で社会人になってもそうじゃあ美ンの人たちのお友達が欲しいでサークルも作ったんだけども、うん、途中で なんか、集まれば集まるほど違和感を覚えてる。うん、女性が女性を愛する。女性みたいな。<laughs> <laughs> 女性か自分みたいなところで疑問というか、自分は女と思ったことがやっぱりないなっていうことにい田舎だからこっちに憧れてて、でこっちだったらとそういう仲間もいるし、 家が大嫌いだったから家を出たいという一心で、うんえー、実はですね結婚したんだけども、うん、相手はイの人を選んだんですよね。自分はあの男性はもう愛せないってもう20の後半にははっきりしてたから、うんうん、でそういう相手今昔みたいにネットがないので、うん、あの文通本のこの。 そういう雑誌の本の文通欄で探して、そういう相手を見つけて、一度、芸の方と結婚して、こっちに行きそ,そういう名目でこっちに来たんですよね。へぇーえ。でも、もう別れちゃったそうそう,そうそうそう。3年ぐらいで。あ、そうなのへぇー。<laughs> それもなんか、波乱万丈だね。そうですか。<laughs> で<も>うん ーーよりはいや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  <laughs> いやいやいや結構それ芸の人と結婚して家出ちゃうっていうそう,そうそうそうそ,う <laughs> それを名目にもうぶっちゃけ偽装でも全員だ、うん、ましだましだましたっつうか、あのー、結婚しますっていうお披露目みたいにしてドレスとか着ないんだけどただお披露目かいみたいのして 嫁気取ってやってました。でもやっぱりきつい。その自分が女性だと思ってないし、その頃、なんかお互いももう、その当時は自分はどうせビアンだよねっていう。で、俺はゲイだからっていうんで、お互いそっちは女だし俺は男だから恋人作るの OK っていう条件で暮らしてたから、うんうん、お互い別で会いていたんですよ。 だけど一応暮らしててたっていう、えー、そっか。いや、それね、俺もやろうとしてたんだよね、実は。<laughs> 中学の時に、そいつはね、今ね、MTX なのかな、F まではいってないと思うんだけど、<laughs> まあ、とりあえずあの男の子で女っぽいっていうか、で、男が好きなわけよ。<laughs> で、 まあ俺は、まあ女の子が好きだったから、で、仲良くて、で、制服とかもよく交換してたんだけど、まあ将来、お互い結婚して、好きにやろうぜっていう約束してたんだよね。まあそういうことだよね、なんかね。いや、リアルにいたね。あ、そうね。それ、<ー>俺のその夢を現実にしたんだね、ゆうとさんね。 <laughs> いやー、もうそれしかなかった。だから、うん、なんかね、思い立っちゃうと、そういう、なんかガっていっちゃう性格らしくて、うん、悩んでる時は長いんだけど、うん、決めたらもう、ととつ申しになっちゃうタイプらしいですね。うん、いや、なかなか、でも、<laughs> その行動はちょっと <laughs>、行動力あるよ、本当に。 うん、社会性も正直欲しかったし、うんうん、向こうも自分より上だったから社会性が欲しかったっていうのもあって、親を安心させたいっていう、ここ、今、いろいろ条件があったっていう、うん、とこだった。じゃあもう胸の話いっちゃおうかな。じゃあ、胸オペを4日前にしたってことは、うん、日本だよね、もちろん。<laughs> 日本、日本、日本。動物がいるから、うん、ちょっと、 あのー、あんまり遠く行けないなと思って胸だけだったら今タイトそこまで変わんないしね千代が丘の方の病院でやったんだけどすごくよかったですおお<ー>うんすごくアットホームでちっちゃい病院だったんだけど、うん、先生も韓国さんも気さくで値段も聞いていいお金も聞いてい,い,いくらぐらいですか61万61万でした60万ぐらいだから それだけだったら保険効かないから、うんうん、で安くはないけどこの業界では安い方じゃないかな。そうだよね。なんかもうちょっと感覚がもう分かんなくなっちゃったよ。分かるよね。最近タイの物価がすげえ上がってるしで、ねうん、でタイの,その手術料金も上がっちゃってるからもうちょっとね、うん、もう俺もわけ分かんなくなっちゃってるんだよね。 そう。だから、昔は、タイの方が安いイメージだったけど、うんれ、むしろ日本の方が今安いんじゃないかなって思って。ねえ、なんか、そんな感じになってきちゃうよね。うん。自分は、帰れ、タクシーで帰れちゃったんで、ホテル代ないし。なんか、わかんない。あのね、スポーツ、ずっとスポーツプラ、あと、ナビシャツ着てなかった。今、痛いあ、それがね、痛みがないんですよね。お,<ー>おかげさまで。 なんかその、ドレンをこうやったテープのところとか、かぶれちゃう花。うん、あと、ギューってしてるから、その分当たってるところがかゆい、うんうんバン。バンドは苦しいもう慣れました。うん、二日、うん、ぐらいちょっと苦しかったけど、うん、ドレンが取れてからだいぶ楽ですね。だいぶだから動きも。上がるって。上がります。上がる前、うん、こうやって。 上がりますすね本当だすげえそうなんですよ痛くないんですよ。本当すげえな。4日目ですね、えー。無理しないでね <laughs> そ。そうそうそう、無理しない。だから痛くないからって無理しないようにはしてます。そう<ー>そう、そうしたら傷っもきれいよなんて言われて、ちょっと鏡で見せてもらったんですけど、まあ、その後とかはちょっと紫になってるけど、うん、なんかきれいに。うん ちゃんとやってくれた感じ、えー、入院はなかったのあそこはねないんですん小さい病院だったし麻酔が切れて歩けるようになったら帰るって感じへえ<ー>、うん、すごいで次の日また行くって感じそねその日が休みだったから1日ドレンつけて家で男性してでその次の日にい、うん、電車で行ったって感じへえ<ー>うんそうかすげえな でもやっぱりこうみんなち,ちぐはぐに生まれて苦しんで悩んで何でだって思うけどそれをもうしょうがないしょうがないっていうか、うん、受け入れて自分を変えるのは自分かなって、うん、ジェンダーに限らずその環境ってね自分で本当にこういう環境とかこういう親って本当に選べなくて生まれてきててでももうそれを受け入れるしかない。 ないっていうかじゃあそこから自分はどうしたいんだってところでやっぱり自分の中で答えを見つけるのが自分の人生だからうんうん親のせいでもなく環境のせいでもなく結局やっぱ自分なのかなってその新しい景色を見るのは、うん、自分自分っていう感じうん誰がその見せてくれるわけないそうだねその諦めも 必要だけど、その、諦めるだけじゃなくて、動く力は自分にあるよって感じだよね。そうですね。なんとやってみて、あかんと思ったらいつでも逃げていいし、やめていいし、うん、今だったらね、もう先生罰しられちゃうようなことをされてたし、うん、男は男らしくな、女らしくというか、うん、こうあるべきだっていう中で育ったから、うん、スタートを かかなかったんですよ子供の頃から嫌いでみんな女の子はスカートを履く自分だけ小学校の時短パンに <laughs> T シャツにランドセル帽子みたいな感じでで親が他の子と比べてうちの子は違うから先生に相談したら女の子らしくしましょう計画を先生と親が勝手にして1ヶ月スカートを履く日を設けられたっていう。へー とそれを1年続けましょうみたいな感じであそんなあったんだ自分は特別そんなことされてましたやっぱり途中で最初は見せ物みたいにされて朝の朝礼のクラスに呼ばれて前に出されて「今日は何々ちゃんがスカート履いてきました」とか言われてえー、超偉かったですとか言われて そうもう小学校3年生ぐらいかな、親なん、誰も信じられない、その時にもう親も先生も、誰も大人なんか絶対信じるもんかっていうか、もう拒絶、すべて拒絶してたかな。<laughs> 引きずってるわけじゃないんだけども、ああいうそういう世の中だったんだなっていう。 そうだね。まあ、ほんとそういう時代だったっていうしかないけども、もうその時代にはもう戻らないしさ、<う>これからもっと今いろいろね、LGBT の話も出てきてるからさ、ゆうとさんが今言った過去のことを聞いて、やっぱうわーって思うじゃん。だけど、うん 今のこの LGBT のその同性婚がダメだとか、家族の形が変わるとか、隣に住んでたら気持ち悪いとか、そういう言葉をね、<laughs> あと、じゃあ、ね、40年後、50年後に振り返ったら、多分もう差別的な話だっていうのがさ、やっぱわかるよね。そうだと思う。うん。<laughs> そういう時代が40、50じゃなくて、早く来るべき。ね もうここまで来てんだからもう何年かでうんうん、うん、ほんとほんと遅,遅すぎるい<ー>、うん、けてもいいんだけどね何をためらってるんだろうかなと思って、ねはい、今日はゆうとさんと対談させていただきました胸オペから過去の話まで聞かせていただきありがとうございましたいえいえいえありがとうございます、はい、では今日もグッドボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いします ゆうとさんありがとうございましたありがとうございましたまたよろしくお願いしますバイバイ,バイバイバイありがとうございますぼ <laughs> そ帽子のさ <laughs> 向きはさ俺をイメージしてるのそれ <laughs> そ,うそうそうそう <laughs> そうです <laughs>